はい、どうも峰島です。今回は焼肉マフィア池袋のフランチャイズチャンネルの炎上動画、こちらに菅野智之というやつがですね、反論コメント書きまくってるということでお話ししていきたいと思います。昨日なんですけれども、暗部のベジータさん、鴨頭義人関係結構取り上げてるんですけど、ツイッター見てたら菅野智之を取り上げてたんですよ。それ取り上げんのと思ったんですけど、まあ僕も面白そうだから取り上げてみようと思います。今ちなみにこの撮影してるのが2月8日ですねの3時ぐらいなんですけど、例の炎上動画は再生回数52,000、それから低評価が1700、コメントが1000ついてます。コメント1000つくって言ったら、まあ普通の YouTube の動画だと100万再生ぐらい回ってるんですけど、本当は52,000で1000つくっていうことは、動画を見た5人に1人がコメント書いてるっていう計算になるんで、よほどコメントが書きたい動画なんだと思います。では取り上げていきたいんですけれども、だいたい反論で書いてあるんで反論を読んでいきたいと思うんですけど、暗部のベジータさんが取り上げてなかったようなところを取り上げていきたいと思います。この店に行きたいって思う人いるのかっていうコメントに対して菅野が出てきます。この店に行きたいって思う人いるのか、不思議なコメントですね。あなたが行きたくないなら行かなければいい。なんでどうしよう集うようなコメントしてるの。あなたのコメントを訂正してあげます。経済的な理由でこのお店行けません。もっと稼いでいつか行きます。あなたのコメントはこれが望ましいと言っております。菅野ちゃんに対して、はいはい、おじいちゃんお薬出しておきますね、お家わかるって言われてます。こんな高いのにガチャガチャした店誰が行きたいんだっていうのに対して、菅野はですね、高いお酒を購入してくれた感謝を表してるんです。あなたがもし仮にこのお店に来たらずっとシーンってしてると思うよって言ってます。その前に行かないっていう話をしてるんですけど、別にシーンとしてるとかっていう論点が違うなっていう感じですね。家のホットプレートで家族と食べる焼肉の方が価値があると気づかせてくれる動画になりましたっていうことなんですけど、それに対して菅野は、当貧乏人が語っております、スーパーの安い肉で満足してください、それに価値があるんだろうって言ってるんですけど、それに対してね、他の人が、信者なら最低でも全財産お布施してから行ってほしいねとか言われてます。ブーメラン刺さってるでとか。菅野の話はだいたい金持ってないからお前ら貧乏人だから行けないんだろうって話なんですけど、それに対して皆さん他の人が、俺金持ってるけどこんな店行かねえよっていう感じで、だいたいそういう感じのパターンが多いですね。コメント入りすぎちゃって、結構コメントしてるんですけど、菅野はですね、コメントが入りすぎちゃって途中から返信しなくなりましたね。菅野のコメントに対してクイーンマンサさんっていう方が結構食い下がってるんで、その辺も注目して見ていくと面白いです。ちなみになんですけど、モザイクがバッチリ入ってたんですけど、本気のチャンネルというチャンネルがあって、この焼肉マフィア池袋の朝礼とか鴨頭が喋ってる動画とかをかなりモザイクかけてアップしてました YouTube に。その本気のチャンネルは消されてしまったんですね。結構炎上してたんですけど、本気のチャンネルの焼肉マフィア池袋の動画も、僕から言わせるとこのフランチャイズチャンネルの焼肉マフィア池袋の様子っていうのも、その消されてしまった本気のチャンネルとほとんど変わりません。モザイクがあるかないかぐらいの差なんですよ。ところいや、これ本気のチャンネルであれだけ炎上してたんで、ほとんど変わらない動画を上げていて、それは炎上するよねって話なんですよ。菅野のコメントも何個か取り上げましたけれども、とりあえず菅野の理論からすると、こんな店行きたくないっていうコメントに対してほとんどが、金ないからお前行けないだろうって話なんですけど、金持ってても高いお金払わされて、120万ですかね、林社長が払ったのは。そんな高いお金払ってですね、あんなうるさいお店に行きたくないっていうのは普通の感覚だと思いますよ。金があるとか金がないとかあんまり関係ない気がするんですよね。なんかお祭りの屋台に行ってるような感じなのかな。いや、もっとうるさいですね。タイとかあっちの方のなんかゴーゴーバーみたいな、そんなノリですよね。バーレスクみたいにショーを売り物にしてるんだったらいいんでしょうけど、高級焼肉店なのにバーレスクみたいな、六本木のね、なんかそんなノリなんで、いや、これがマックの超優秀社員が作った焼肉店なんだっていうのが驚きを隠せませんね。そして何度も言いますけども、スピーチで世界を変えたいって言ってた人が最終的にやりたかったのはこの焼肉屋なのかっていうのは非常に驚かされます。ということで、菅野智之のコメント何個か取り上げましたけれども、フランチャイズチャンネルに行くと必死でいろんなコメントに対して反論してますんで、その動画見ながらコメントもまた見直してもらえると味わい深い動画だなと思います。ということで、暗部のベジータさんが菅野智之を取り上げていたので、僕も取り上げていました。鴨頭義人関係の動画まだまだ出していきますんで、チャンネル登録お願いします。それじゃね。